昨年は本当にまあいいシーズンだったと思うけれども、もっとできる。最後のゲーム多分見逃せでもしないと思うけど、東海大に負けた試合、あれをやっぱり勝てるチームに今年はしていきたい。これ絶対不可能ではない。必ず勝てるか、本気になれるかどうか。留学生いない、スカラシップもない。で、我々が勝つことに意義がある。センセーショナルを起こしたい。レッツゴー、レッツゴー。現実的な中でコツ立てんよ。一部の上位チームの我々のことなんかは安牌だと思ってるよ。誰も戦ってないよ。目標を変えろ。もう本当に仲良しグループでいいよ。全員がこの情報向いていかないといけない。まだ売り持ったから、情勢がある。手応えは感じたんで。あれナイス、最高のプレーだ。本当に2年生がこのチームに悪い影響を与えてる。よし、じゃあ始めるよ、始めるよ。資料 OK、 はい。じゃあこんにちは。じゃあいよいよ始まるからね、今シーズン、ね、インカレ終わってからもう約50日ね、チーム練習しなかったけれども、新キャプテンのカナルが、去年はインカレベスト4という目標だったけど、カナルが今年はインカレ優勝という目標をね、立ててくれたんで、それに向かって、今日からスタートしていこう。こうだからって言って、我々はこういうスタイルでもやり抜くからっていうので、選手とも聞かなくなったりとかして、結構しんどい時もあって、何年後かにやっぱサムに落ちたんです。もう自分の力のなさを痛感して、結構落ち込んでた時に、その時の江上亮、金丸智樹、広瀬優恵といったメンバーがまた学生たち助けてくれたんですね。小島さん、もう一回やろうって。その時もやっぱりビッグマンもいないし、将来的に一枚に上がるという夢にも思ってないし、いろんなメンバーだったんです。でもその時 の、 あのシーズンの最初のミーティングが、もし万が一うち神奈川大学が一部に上がることがあったら、この日がスタートだよねっていうふうなミーティングをしたのを本当に覚えてるんです。この代があったから今の神奈川大学があるね、そういう代にしようって言ったのを未だに僕覚えてるんです。そのオフに山北高校に大阪弁 見つけたりとか、はい、ありましたし、はい、でそこから歯車が回り始めたっていうのをちょっと実感したんですね。ずっと歴代の神奈川大学のスポーツ推薦ない時から始まった、作ってきた卒業生たちが作ったスタイルがあるんですよ、はい、そのいわゆる本当に泥臭くやるとか、ハードワークをして、それを頭も守っていきたいんで、それにフィットするかどうかっていうのは一番見てますね。まあ、ヒールの監督が、まあ、関東一部で挑戦しろっていうのを言ってくれて、白鵬はヒールの先輩ですけど、白鵬でプレータイムもらえるっていう自信が自分でもなかったんで、やっぱヒールと陣大が結構バスケットスタイルも似てるんで、まあ、やりやすさっていうのはあるかなと思ったんで、フィジカルが足りなかったんで、うん、体重増やすことと、うん、あとはやっぱスピードのコントロール、うん、いわゆるハンドルですね。あとは今練習させるフラップジャンプ、この3つをあればもう1個上のカテゴリーでできると思うんですよ。で、大学界でもでも本当にトップレベルのプレイヤーになれると思うんで、本当にスピードだけだったら河村勇輝と考える。まだ練習始めて1週間しか経ってないけれども、俺は危機感を感じている。本気で東海大に勝つつもりでやるわけでしょ、今年は白鵬とかに勝つつもりでやってるわけでしょ。だったらもうちょっと本当にマインド高めていかないと、まあ、本当にもっとギラギラ感を出さない限りは我々の将来はないよ、未来ないよ。一部の上位チームは我々のことなんかもう安牌だと思ってるよ。それをもう凌駕して我々絶対もう勝ち切るんであれば、もっとギラギラ感を出さなくてダメだし、そもそも自分のマークマンに簡単にやられるってことに対してもっと屈辱感を持たなくてダメだ。
やでもいろいろ考えることがあってチームもまとめないといけないし気持ちをまず日本一の部分に全員が同じ方向向いていかないといけないと思うんで同じ方向向けば絶対上の成績を狙えると思うんでそういったところチャレンジしたい。もうちょっとしつこいようだけどディフェンスできなかったら生き残れないと思ってじゃこのチームにももうはっきり言うけどいいどんなすごいスリーポイント打っててもディフェンスできなかったらコート立てんよ申し訳ないけど出て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 まだ間に合うまだヘルプルーズルーズルーズまだルーズドリブルやったらいいよ。ドリブル一発早いもんね。あるよ。OK。あるよ。何があるよ。十分。まだ何があるじゃん。バーン。こういう盛り上がりをやっぱディフェンスできるからできどうかなんだよな。まあ、そういうこと言うと野暮かもしれないけれどもそこなんだよな。はいじゃあお疲れ様でした。最後その3面の時とか盛り上がるじゃんああいうエネルギーをコートの中で今度は表現してもらいたいディフェンスとか絶対できるだって声あんだけ出せるんだもんあれをコートの中の人間が常に出してることを40分間続けられることをイメージしたらそれはもう我々最大の武器になるところでイメージできるでしょただしんどいトランジションも入るしぶつかり合いも入るしでそのとしんどい状況の中で自分との戦い、ね、チームメイトを助けてあげれるかってことが今我々の仕事だよねそれぞれがこのチームに欠かせない存在になるためにできることに目を向けてほしいやっぱり優勝するためにはやっぱり全員が今シーズンの MVP にならないといけないし誰かは頑張ってるよねとかあいついいよねじゃなくてそれを全員ができることをやらないといけないんでやっぱりそこをもっと真剣に全員が考えて明日からも頑張っていきましょうよし1,2,3,4! ちょうど今日で3週間なんです、うん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 、チームネーション始まって、まあ、結構いい強度でできてるかなと思うんで、うんうんはい、まあ今日 あの1本目の8人がまず主力ですよね、はいはいはい、小坂、中島、向井、山本、あと三浦ですよね、うん、それに山本、真名やあと阿部、長沼とかこの辺で、うん、もうこの辺でも8人ぐらいなんで、うん、ただウイングを出てきてほしいなとあ、まあ、あとドメキとかあとこの辺の27のちょっと無名のやつなんですけど、はいはい、これ結構いいと思いますね結構いいと思います、はい、入学したんですけどその年コロナで入部テスト実施できなかったんですよで2年目になった時に大学2年生で入部テストを受けてきたすごいですよでそれで今 A チーム残ってローテーション入りそうですからねすごいすごいですでしかも高校も平塚商業という結構また大阪の山北と同じぐらい結構あのマイナーな結構いいですねやっぱでもああいうやつが出てくると楽しいですね見ててね、はい、県大会に出れるか、まあ、そんぐらいですチームに必要とされるようにやっぱりディフェンスをもっと頑張っていかないと、まあ、ダメだと思うので、まあ、あとはシュートが強みなのでシュートを積極的に狙っていけたらいいなと思います。リナイされたらもうそのままバッテリーしてバックアップしちゃってあーいいねあーいいねナイスリナが綺麗だったなでもそうだなあそこしてるのよかったなマイケル見ろマイケル見ろこっち側に来てエントリー視力は多分デベロップキャンプとか、はい、あと特殊とかで抜けてるから、はい、いやうちも基本的にはまだ練習始まったばっかなんで
多分本当に5対5とかやるのは3日ぐらい前まで5対5やるつもりないんで、スキルとかっていうのもフィジカル、フィットネスとマインドのやっぱこの戦いをやっぱ絶対負けたくないんです、絶対何があってもやっつけるんだっていうマインドを、それは23日はもうやりたいなと思ってます。もう本当に獲物を狩りに行くようなマインド作りたいなって思ってます。もうすぐ言われてんじゃん。マジ昨日やらかしまして。いや、しょうがないんだよ。そういう時もあるっすよね。寝坊はしょうがないんだよ。その後の行動を。いや、まあ、分かるっすけど。それをミキヤが一人でこう言わなかったのもあるけど、キャプテンとか知ってる4年生とか同級生が、やれよとか、なんか昨日の声かけをしてあげると、通行のいいんだけどね。もう初寝坊しました、人生。結構遅れちゃったの？まあそうっす、始まって30分弱ぐらい。それで小島さんが怒って。あ、そうです。いやマジでタイミングも悪いし、やっちゃいました。自分たちの、まあ、今の力を知れる機会なので、今の力を出し切って、うん、勝って次に繋げられるようにしていきたい。じゃあこんにちは。まあこういう素晴らしい会場でバスケできることでまず感謝して、ね、でまあ別に今日の試合のためにね、なんか特別なあの準備っていうのはなかなかできなかったんだけれども、やっぱりね、こんだけのいろんな方が見てくれてる中で、やっぱ神奈川大学っていうのをやっぱりアピールしたい、もう魂をもうどんだけ表現できるかってことをみんなにはちょっとやってほしい。正しいことをやり続けること、いい。で今年のチームに申し訳ないけど一番の課題になると、まあ、昨日の話するは昨日道也が遅刻したアクシデントあったから、何もアクションがない。俺はそれ昨日カナウにも怒ったよ、道也にも怒ったよ、みんな見て見ぬふりだ。はっきり言っちゃうと昨日練習でもう負のオーラ出して抜け殻みたいな感じで練習して、はっきり言うけど昨日練習したから、それに対して誰も見て見ぬふり。俺は昨日のことはショックだよ、別にミスは誰だって起きる、でもそのミスに対して誰もアプローチしてない、そこが大きな問題だ。だからそれを今日のゲームでやってほしい。半分以上はうまくいかないよ、相手も強いし、じゃあうまくいかなかった時にどう振る舞うかだ、チームとして人として、あ、個人として、それが魂だ、チームとして。今日スタート保坂、手塚、はい、ソータ、もう一回一人一人がその人大らしさっていうものを突き詰める意識を高めて今日の試合頑張っていきましょう。よし、 What's the city?招待ゲームとはいえ、いきなりスタートで出るなんて結構でも緊張してね。緊張してますよ、もう誰も今も緊張でもチャンスなんかどこにあるか分かんないですよ。さっき言ってもほんとに継続するとかただ上手で頑張るんじゃなくて、向こうはそこはもっと根付いてるチームなんで根っこから根っこから根付いてるチームなんで、そこをやっぱやっつけないと。ディフェンスはとにかくこの辺で大阪が捕まえられる。さあ頑張ろう。さあ今シーズン最初のゲームだ。オッケー。エネルギー、とにかくエネルギー表現していく。頑張ろう。じゃあ手塚、躊躇するなよ。行くんだぞ。いい。なあ。
ちゃんと逆にこう楽しめるな。いいからオフェンスいいから絶対下向くな。あとディフェンスはちょっと甘いぞ。なこれだけ。守れるよ。オッケー。流れでスペースって1対1やらないと、止まった状態に1対1だと絶対なるよ。結構エントリーを全部上げられちゃってるから、スキャラがもうガクンとしちゃった。全然準備できてないよ。フボールのところ休憩しちゃってるから、簡単にここのエルボンのとこ取られちゃってるから。ディフェンスがちょっと本当にソフトすぎるんだよ。彼らはもう好きなことやってるよ。ただシュート落ちるだけだよ。止めろ、いいぞ。そこエルボディよ、エルボディよ、我慢我慢、あぶつ、そこダメ、出るな、爪から出るな、そこいいよ、そこはスローターでいいよ、オッケー、頼むよ、オッケー。セット止められた、あそこちょっと動くじゃあ、みちやもう一回行け。みちや、もう一回やる。みちや、練習でやってることなかなか出ないでしょ。いい。だからこういうことをやっぱ経験しても、あの予感を持って帰らなくちゃダメだ。オッケー。戦わないと何も残んないからな。オッケー。さあ戦っていこう。最後。はい。アンダーして解決した後に。ボス。ボス。ボス。守れるぞ。どうぞ。あ、これ落ちる。3、2、1、4、3、6、3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 、
対1はだって責任持って守るってことやってるじゃない。なんでボールサイズのヘルパーのやってオープン3平気で打たれちゃって、もうパニックになってるじゃない。でこういうのを自分たちの中で打開していかないと。昨日ってまるっきり一緒だ。なんかトラブルが起きた時にもみんなもう誰ももう人のせいにしたりとか、もう我関せずで、そうでしょ。こういうところ自分たちの中で解決していかないと。いい、誰も戦ってないよ。あいつらもお前らが下向いたりとかパニックなの待ってるんだろ。何があったらパニックなくちゃダメだ。 OK、 さあ行こう。はい、ダマ緑やられたらダメなんだって。緑やられたら寄っちゃダメなんだって。緑寄っちゃやられちゃうよ。我慢。解決しないと。もう下から声をかけてあげて、もっといい下の人間が下からスクリーンのコールとかセレブのコールとかもっとコールをしてあげたりとか。元気がないよ。シュートが落ちたからどうのとか、オフェンスがうまくいかないからどうのなんて何にも言ってないじゃない。戦う姿勢が何もないよ。最初からふわっと入ってバババってやられて、そういうことなんだよ。うまくやろうとかそういう問題じゃ全然ないんだって。戦えるかどうかなんだよ。戦おうよ、あと10分。オッケー、いい。何があってももうやり続けろ。全員で声が枯れるまで声出して、いい、徹底して守り。オッケー、さあ行こう。入れないと、カット入れないと。どうもありがとうございました。また今年もよろしくお願いします。1年間よろしくお願いします。OK、 お疲れ様でした。でも分からされたでしょ、分からされたでしょ。1対1は打開できない。みんな1対1、まあいいよ、今この時期はもう1対1ばっかりでいいと思うんだけれども、1対1はまず崩せない。じゃあチームで戦わないとダメだ。なんとなくノリで一生懸命やってるとかそういうレベルじゃないよ。なんかパニックが起きた時とか、なんかうまくいかない時ごまかしちゃう、みんなで。で能力任せでやっつければいいやと。だ能力あるチームにはこうなるんだって。第3クォーターの出だしでなんとなくふわっと入って、もう相手襲ってきたでしょ。あそこが勝負だったんじゃないの。なんとなくで勝てる相手ではないし、なんとなく日本一なんかなれるわけがないな。だから去年から言ってるじゃん、インカレ終わった後から何かを犠牲にしなくちゃいけない。何も犠牲にしてないじゃん。自分たちの好きなことは全部、ね、やって、その次にバスケットとかそういうレベルにしか見えない。申し訳ないけど、だったらもう目標を変えろ。もう本当に仲良しグループでいいよ。バスケット楽しくやろうでいいじゃん。何かあったら傷舐め合って、あどんまいどんまいで、ダメなことダメって言うやついないじゃん。困った時にね、本当に助けてくれるのも今日の2人、下級生2人じゃん。
困った時助けてくれたマナヤと美月じゃん。下級生が助けてくれてんじゃん。1年生の大勢があんだけ一生懸命本気で勝とうと思って準備もしてくれて、下級生がみんなチーム支えてるのに上級生が全然じゃんね、口先だけで。それは今日ゲームで全部出たじゃん。逆に感謝しよう東海大に、あとこのこういう場を提供してもらった協会の方々に感謝しよう。早い段階でこんだけのこと気づけたっていうのはめちゃくちゃいいことなんで。今回の結果っていうのは必然的なものであって、たまたまこうなったとか相手がこうだったからっていうものではない、まあ、この結果っていうのは試合出てたメンバーが責任があるわけでもないし、今こう選手の何人かからも自分は出てないからっていうなんかこう我関せずな部分がちょっと感じられる。でこれはもちろんスタッフも責任あるし、選手それぞれが全員責任がある。この雰囲気を作ったのは一人一人だから、誰かがじゃない、全員がそういうマインドにならなかったからこそ、できなかったからこそこういう結果になった。あさってこの敗戦を踏まえての練習なんで、いい練習みんなで作って頑張っていきましょう。よし、昨日ちょっとなあなあで終わらせてしまってすいませんでした。まあ、今信用ないと思うんですけど、しっかり、まあ、昨日不穏な空気にさした自分がこうやってチームにマイナスな影響を与えてしまって、今日の試合の展開とかになってしまったと思うので、生活から見直して、信用をちょっとずつでも取り返せるように動いていくのでお願いします。すいませんでした。やっぱ一番気持ちの面でまだみんなが同じ方向を向いてないなっていうのを感じたので、この敗戦は絶対に忘れず、もう一回一人一人がこのバスケットにの向き合い方をこの母さんで考え直して、あさっての練習からもう一回引き締めて頑張っていきましょう。よし、声出して、いい声出して、よし、一回倒しよう。 What's the situationだから一番僕がやってほしいのは、やっぱゴール下、一番ゴール下の壮太なりにアレンジしてやれればいいんじゃないですか。能力もサイズも負けてる中で、うん、そのルーズボールとか泥臭さも負けてて、本当に自分も最初あの小鉄さんに煽られて、でそれでもう嫌がってしまって、もう攻めれなくなってしまった部分があったんで、もう本当に2年生が本当に今そのチームに悪い影響を与えているので、それ、まあ、2年生で、まあ、もう一回しっかり話し合って、うん、2年生がしっかりするしかないんで、まあ、やっぱ3年生と1年生はいいチームをいいようにしてくれてるんですけど、やっぱ2年生が雰囲気悪くしたりしまってるんで、うん、まあ、2年生が変わるしかないなって、そうしないとチームは変わらないから。やっぱ2ポイント、ペイントのスコアがないんで多分ね、ペイントのスコアがないのと、まあ、この辺はでもちょっと戦術的なもんだからな、まだちょっと戦術がまだこれからだからあれなんだけど、本当にでも課題がこの時期にいっぱい出て、ありがたいですね。最高。あれがミッチャーも生まれ変わって、あれはもう本当にいいですね。生まれ変わってきてます。彼らがやっぱやらないと、うちのチーム勝てないんで。決して勝てない相手じゃないよ。バスケットだけじゃなくて、なんかいろんなことで成長できてるんで、そういうの嬉しいですね。What's the thing?